HDR ゾーン表示をご説明いたします HDR の映像を HDR 対応モニターにて表示しても HDR 部分と SDR 部分が分かりません HDR と SDR をサイマル運用する際には HDR と SDR の表示確認が重要になります HDR ゾーン表示は HDR には輝度に応じた着色表示 SDR 部分は白黒表示それぞれの部分の確認ができます HDR スケールにより輝度値の確認ができます HDR ゾーン表示の上限設定値の可変をご説明いたします HDR ゾーンの上限設定値を可変することができます上限値を超えるとマゼンタ色に着色されます グレーディングでの最高輝度値を任意設定できますこのように可変ができます HDR 波形表示を説明いたします HDR オプションの追加により波形表示の右側に HDR のスケールが表示されます HDR と SDR の境目に リファレンスのスケールが表示されます。カーソルバリューにて、HDR 値付きの任意カーソルも表示できます。このような表示になります。